ジャブロック。坂も登れちゃうよ。ライト置いて上に行くわ。一緒に来た。止まるかな。ちょっとだけでもお前済ましてもらう。せけだ。またせけだ。せけない。いただきます。いや。いやいやいや。おっしゃー。よしよかったー。最高や。撮ってる？撮ってる。来た。ユニ？予定のユニ。あ、せ。来た。これ止まるみたいな、たぶん。あ、なるほどね。上に着いた。よかった。どんな感覚や。こんにちは。すげえ、めっちゃおる。日本人。日本の人ですか？日本の人です。こっち見てるわ。俺のこと知ってる人じゃん。ジョーさん。あ、ジョーです。マジで？マジで？マジで？ありがとう。え？YouTube見てます。全員日本人やね、多分。すごいな。なあ、すごいよな。嬉しいわ。なあ、嬉しいな。ヤス言うた。ヤス言うたやな。100した？え、高かった。60っすね。40度行きますわ。じゃあ行きますか。つかの間の休息っていうのはこのことやな。いや、ほんまに日本人もおるし、10日ぶりぐらいにシャワー浴びれたわ。とりあえず俺らはもうバイクが25キロ先にあるから、一回修理屋に行こう、うん、ここからオーケー。修理屋に行ってちょっとレッカーできるかとかその辺の話を聞きに行こう。オーケー。あ、メーカー行こう。待てよ。あ、そう。で、あとじゃあ、あ、秋。ね、もっと。せ、ガジラテラキ。いや。せ、バイ、バイだって。え、どこへ？やばいな、激アツやん。スペラーキ。早く息子を迎えに行く気分。信じてたけどな。絶対行けるって。おいしいんで。マザン。治ってるかな。え、今からやね、治すの。あ、そうな。ほら、ほら、ほら、あら、どうしよう、くよ。Válvulas. No oír. ¿No oír? Sí. ¿Los coches siempre? Sí, eso. ¿Están? ¿Más allá? ¿Has dicho? ¿Es suyo? ¿Pero no? No.Porque es chino. Porque es chino. Descansando, descansando. Que llega en avión. ¿Eh? En avión llega a Colombia. ¿Llega? ¿Sí? ¿Sí? ナオさん方がええやん。だってコロンビア行くんだ。ネタになってもこのバイクで。どうしよう、修理しよう。あかんのこれ。でもこうしようか。何？もうこれで壊れるの分かってんだからさ。最後まで見届けようぜ。何をこいつを見届けようして、ペルーまで行って、多分もうぶっ壊れるやろ、こいつは、うん、
で、終了、フィニッシュ。ペルーまで持つかすら分かりねえ、今の状況。まあでも、これは直した方がいいですね、うん、直して、ちょっとかけてみよう、こいつどこまで持つか。今日はサイデンが体調不良のため、またゲストハウスに一泊することにしました。どんな感じ？だから1兆円の可能性高いかもしれない。体調大丈夫なの？うん、ちょっと薬のかげで。はい、終わるっすね。ほら。ああ、ぜ。オーケー。なんと、往復20ボリで冬にまで行けるバスを教えてくれて、この厚さで120ボリなあ、130、俺はツアーきついやん。今日絶好の会長の日に、空がサイドも体調治って、みんながバス停まで連れてきてくれて、今からとりあえずウイニエンコでキャンプしていくわ。じゃあ、ほな、ほら、まだ行きます。テンション下がること言って、今からめっちゃテンション下がること言って、ウィルニエンコちょっとあんま興味ないねん。うせえ、絶対うせえ。いや、なんかもう結構そのみんな旅人、日本の旅人とかがみんなウィルニエンコのでわーキャーみたいな、なんだその入る意味は乗らんぞみたいな、そういう画像を見まくって、で綺麗な画像ももう毎日のように見てたからさ。それは確かにな、うん、だからいや、なんか俺の中でもう見た気分になってて、でやっぱりみんなもわあのゲストハウスのみんなとかもふわ行ってたから、うん、やっぱり行ってみようかな思う。着いた。ほら、あれこはその何ビューポイントまで。お、全然やね、この時点やったらこんなもんやろ。海やんこれ。え、そんな冷たの？塩や。いって。何？いや、怪我。え、やばそれ。いや、でも骨大丈夫な？いや、もう腫れは全部収まった。あともう、かさぶた。あー、よかった。かさぶただけやけど。え？マジで？半端ないな。いく！綺麗すぎやろ。え、ちょ待って、俺ら今空の上におんで、向こうの人とかも空の上歩いてんで、やばいやん。え、漫画やん。なんなんこれ、やば、えぐいぞこれは。言葉にできへん精神と時の部屋や。全然ちゃうな、昼間となんか海の帰りみたいな気分よ。うん、確かにめっちゃ気分落ち着いてもらう。ちょっと疲れたっていうのはある。静けさがすごい、うわ、神秘的やな。沈んでいくな。水平線に日が沈む前に、めっちゃいい。うわ、ガチなやつやな。めっちゃ綺麗わこれ。真っ暗やな。車は歩けばいいけど、まあ、テントあるか。明日の朝日に備えて寝ましょう。オッケー。あの夜空っていうかもう星しかないな。俺スネギの化粧とも必死やねんけど、決勝より星の数の方が多いって。めっちゃ痛いんだけど。なんかウェニエンコの絵
外がウイニエンコってなんか変な感じやな。変な感じやね。今日のご飯です、クラッカーとチーズ。ガスがなくなったからな。だいたいいつも多分一人ごぼりぐらいのご飯を。ちなみにこれ昼飯と兼用っていうな。うん、でもうまいよな。食えるんがうまい、やっぱ、うん、食べれたらもううまい、口に入れたらうまい。えおい、今帰り帰り、もう本当だ。とりあえずまあ握手。おい、5時ですよ、5時。もう出始めてるで、ほら日の出。優しい青さやな。確かに、ちょっとちゃうな、うん、なんか雪国みたいな感じやな、朝は。いやでもキャンプしてよかったな。うん、キャンプじゃないと全部3つ、昼と夕日と朝全部見られないから。けど別れですな。引っ越して帰ろうか。バス待ってたら夕方4時ぐらいになるから、まあ朝多分8時ぐらいになるな。するしかないでしょ。だからコルちゃんにってとこからな。うん。抜けた抜けた抜けた。ヒッチハイクしてないけど。いや夕日がめっちゃ良かった。あ、荷物だけ後ろ。あ、お邪魔します。しなかった。ちょっとね。一気に上に来ましたね。うん。帰ってきた。一瞬やった。一瞬やね。よいしょ。みんな降りちゃう。さあ今日出ようって思ったらまだバイク直ってないって言われた。もう上に5日ぐらいおんで。何回間に合うな言うてんねんって。明日来て、明日来て、明日来て、ずっと。で今日も。上に終わってからバイク行ったら明日来て。余裕やな。おう。メカニカ、どんでぶえ、メカニカ。アトルネロ。あ、アトルネロ、シ。ほら。あれ？2時言うてん。あ、せ、オッケー。バイクも直ったことにしろ。見ようか。気づいたんだ。なんか修理屋にパッと出して、一応バイクは直ってんけど、バックミラー2つないっていう。ほんまや。資源が嘘。そう、ここは行こう。まだ日本で、うん、マジで日本で。終わりに何が待ってる。